2023年12月29日、海上自衛隊第4護衛隊軍呉基地及び佐世保基地の公式 XQ ツイッターに、11月に1回目の空母化改修工事を終えたヘリコプター搭載護衛艦加賀 DDH-184 における、甲板散水装置の試験が実施された様子を撮影した画像が公開されたよ。洋上を航行している加賀の飛行甲板上に設置された多数のノズルから、大量の海水が吹き出して甲板を洗い流す様子が映されていて、甲板上には虹がかかっている綺麗な画像が話題を集めているな。うんうん。さて今回はそんな空母加賀での甲板散水装置試験を実施した様子を公開した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずはじめに、甲板散水装置とは、放射線生物化学物質などによる攻撃を受けて汚染された艦艇において、それらを除染するために甲板に多数設置されているノズルから海水を大量に吹き出させて汚染物質を洗い流す装置のことであり、海上自衛隊の護衛艦では1950年代に建造された綾波型護衛艦 DDK 以降のすべての護衛艦に搭載されているよ。また、民間の船舶においてもフェリーなどでは車両搭載甲板などに散水装置が設置されているが、これは火災が発生した際の消火用の装置であり、護衛艦における甲板散水装置とはその主たる目的が異なっているぜ。加賀は、23中規模に基づく平成24年度2012年度計画において白根型護衛艦の2番艦クラマの代替艦として計画され、19,500トン型ヘリコプター搭載護衛艦 24DDH 出雲型の2番艦として、ジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場において2013年10月7日に寄港され、2015年8月27日に命名進水式が執り行われ、2016年8月5日に竣工して工事が開始され、2017年3月22日に呉基地を母港とする第4護衛隊軍第4護衛隊に編入されたんだ。空母化改修前の加賀は、前型の日向型と同様の全通飛行甲板を持ち、環境が右舷側に寄せられているアイランド方式が採用され、2本ある煙突も上部構造物と一体化されて右舷側に寄せて設置してあるな。この2本の煙突の間には、洋上で他艦に燃料を給油する必要が生じた際に使われる臨時燃料移送装置が備えられていて、環境後部には飛行甲板上のヘリコプターの発着艦渡るを管制する航空管制室が備えられており、5機のヘリコプターが同時に発着艦可能で、艦載機としては SH-60JK 哨戒ヘリコプター7機及び、MCH-101 輸送ヘリコプター2機など、最大で14機のヘリコプターが搭載可能だぜ。出雲型護衛艦は現時点での海上自衛隊で最大の護衛艦であり、基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0メートル最大幅 38.0メートル水線幅 29.6メートル深さ 23.5メートル喫水 7.3メートルの艦隊は、太平洋戦争当時の旧日本海軍が運用していた正規空母双竜や飛竜を基準排水量や全長で上回っていて、同じく戦争当時のアメリカ海軍主力空母であったヨークタウン旧正規空母とほぼ同じで、現代世界で運用されている軍艦の中ではイタリア海軍の軽空母カブールやスペイン海軍の強襲揚陸艦兼軽空母フアンカルロス1世などが同じ規模となるね。主機関はゼネラルエレクトリック LM2500 ガスタービンエンジンを COGAG 方式として2機ずつ4機を両舷の2軸に配され、最大速力30ノットを発揮するみたい。飛行甲板の下の第2甲板には司令部区画や居住区画に医療区画などが設けられ、その下にある格納庫は日向型と比べて1層多い3層分が使用されており、底面は第5甲板で高さが十分に確保され、格納庫の下の第6甲板は応急甲板とされ、ここから下には火炎居住区食堂機械室発電機室などが設けられているんだって。飛行甲板と格納庫をつなぐエレベーターは日向型と同じ前後2機が配置されているが、日向型では前後どちらも飛行甲板上にあるインボード式であるのに対して、出雲型では後部エレベーターが右舷の環境後方にデッキサイド式として設置されているんだ。
これはイタリア海軍の軽空母カブールと同様の装備方式で、全部のインボード方式のエレベーターは長さ20メートル幅13メートル、後部のエレベーターが長さ15メートル幅14メートルで、それぞれ電動油圧制御方式によって作動したい荷重は30トンとされているぜ。デッキサイド式エレベーターは波浪の影響を受けやすいほか、岸壁に横付けする際の障害となる場合があるというデメリットがある一方で、エレベーターからはみ出す大型機でも搬送が可能というメリットもあり、出雲型でこのデッキサイド式のエレベーターが採用されたのには、将来的にヘリコプターより大型となる固定翼機の艦載運用を想定したためと見られているな。武装についてはヒューガ型が単艦でも相当の戦闘能力を保有しているのに比べると低く抑えられていて、多機能レーダーやソナーなども簡略化されており、護艦防御用の近接防空システムシウイスである高性能 20mm 機関砲が2機と、近接防空用艦対空ミサイルコンサムリム116シーラムシステム2機と、最低限の防空火器を搭載しているのみで、これは出雲型護衛艦では航空運用機能が増強されていて、艦隊中核のプラットフォームとして運用されることが想定されているためで、単艦で運用されることはなく、イージス護衛艦の混合型アタゴ型マヤ型や、秋月型など防空能力が高められた護衛艦を伴う艦隊として運用されることが大前提とされているからなんだ。出雲型護衛艦の空護化改修工事は出雲化がそれぞれ5年に一度実施されている定期検査を利用して実施されることになっていて、まず出雲の2020年度令和2年度の定期点検において、搭載される予定の垂直短距離離着陸機 F-35B ライトニング2戦闘機の発着艦を可能にするための甲板の耐熱強化や、電源設備の設置などの改修が行われたけど、F-35B を安全に運用するために必要とされる台形状の監視形状をアメリカ海軍の強襲揚陸艦のような四角形に変更する改修工事や、艦内区画の整備などは次回の定期検査が予定されている2024年度令和6年度末の改修工事で実施される予定になっているね。加賀については当初、2021年度令和3年度末からの定期検査時に一度に大規模な改修を行って、出雲より先に空母化改修を完了する予定となっていたんだが、空母としての艦内区画や搭乗員の待機区画の整備についてさらに検討が必要であることが判明したため、アメリカ軍の協力によって検証実験や試験を実施した上で実運用する際の人や物の動線を細かく検討することとなり、艦内区画の整備については2026年度令和8年度末からの定期検査に合わせて実施することになり、出雲と加賀の両艦が共に空母となるのは2027年以降となるぜ。出雲型護衛艦では、当初噂に上がっていたスキージャンプ台やカタパルトなどの発艦に必要な装置や、アレスティングワイヤーなどの着艦制動装置は搭載されないことから、F-35B は短距離滑走で発艦し、着艦はジェットエンジンノズルを真下に向けて垂直に着艦することになるね。2021年10月3日、先に飛行甲板の耐熱処理や発艦用のライン引きが実施された出雲において、アメリカ海兵隊が運用している F-35B2 機による発着艦試験が実施されたよ。その試験の様子を伝える動画が公開されていて、四国沖の太平洋を航行する出雲にアメリカ海兵隊岩国基地から飛来した2機の F-35B が、耐熱舗装が施されて周囲とは色が異なる飛行甲板上のヘリコプター発着艦用の第4、第5スポットに、垂直着艦を成功させた後、監視方向に移動して短距離発艦にも成功する様子が撮影されており、太平洋戦争後の日本の護衛艦において記念すべく初めての固定翼機の発着艦となったな。空母となった出雲型護衛艦で運用される F-35B は、2020年度令和2年度以降、毎年取得予算が計上されていて、航空自衛隊では最終的に42機を調達して宮崎県の航空自衛隊ニュータバル基地に配備することにしているけど、出雲と加賀の空母化改修と、F-35B のパイロットへの訓練などにまだ時間がかかることから、日本に太平洋戦争以来の空母艦隊が登場するのはまだ当分先のことになると見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、
チャンネル登録してね。2023年5月、防衛装備庁は、STOVL 用バージ橋家の整備に関する調査研究についての募集要項を公示したんだって。その後10月にこの業務について、造船会社のジャパンマリンユナイテッドと契約を交わしたと公表したらしいぜ。さて今回は、F-35B 戦闘機は橋家から発着するのかについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、まずこの業務は、航空自衛隊が導入を予定している STOVL 短距離離陸垂直着陸機である F-35B 戦闘機が使用するためのバージ橋家を研究するものなんだ。防衛装備庁は、この業務に関しては、海自の出雲型護衛艦の特別改修に関する、知識技術が必要不可欠という前提条件を示していたよ。だが、この条件に合う必要な知識や技術を持つ企業はジャパンマリンユナイテッド1社だけで、そして応募者も同社だけだったため、当然の成り行きとして選定したということだぜ。だったら、わざわざ募集する必要があったのだろうかと思ってしまうよな。この会社しかないのはわかっていたはずだもんね。なのに、あえて募集するというのは、ちょっと邪推してしまうよな。防衛省は現在、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲、加賀の2隻を、F-35B 戦闘機を運用するために空母化改修工事を進めていて、この F-35B は、滑走路が短い離島の空港やヘリポートなどでも使用可能とされているよ。現時点ではバージと STOVL 機を、どういう形で組み合わせて運用するのかは不明で、F-35B は画期的な新戦闘機だからこそ、最大限有効活用するため進めている調査研究は今後どのように進捗していくか、その動向が注目されているらしい。それじゃあここで、F-35B について詳しく知っている人たちの意見を見ていくね。出雲や加賀が運用と言えるほどのスペックを持っているかどうかは不明。せいぜい給油とミサイルの搭載、軽整備ができるくらいのレベルじゃないのか。空母っていうより離着艦可能艦っていう名前の方が実態に合ってると思うよ。海自は出雲型や日向型を統合運用に差し出すつもりはないだろう。自分たちの主力である護衛隊群はしっかり手元にキープしつつ、統合運用向けには掃海隊群を両用船部隊に指定してこれで人技は切ったという認識なんだろうね。F-35B 戦闘機やヘリは自前で運用してくれと通告したらしいぞ。海自側は機動運用艦隊になる護衛隊群を、狭い海域の当初防衛に貼り付けるのは愚策と思ってる嫌いが感じられた。要するに乗り気じゃなかったんだよ。F-35B に期待している役割もそれぞれ違う。空自は本土防空だし、海自は艦隊防空だから見事に同省異務ってこと。将来的に海自は自前の戦闘機所有に動くだろうよ。見てる景色が違うんだから運用法でまとまるはずないよね。当初防衛の時に臨時の発着拠点や中継ポイントとして使うのかも。F-35B の弱点は航続距離だから、その短さを補うためとしても、出雲や加賀を敵の矢表に立たせるわけにはいかないから、橋家プラス機動船艇のセットに燃料や整備品を乗せて連携での運用を考えてるのかもよ。本州から 1800km も離れている南鳥島、沖縄本島からさらに 400km 離れている南大東島のような離島に F-35B が使用できるように基地を作ることは費用対効果を考えると現実的じゃない。材料の運搬費用に人件費をかける余裕は今の日本にはない。だけど、ご覧のように、中国が軍備を背景にずんずん海洋進出しているから、手をこまぬいて、何もしないわけにはいかないので、仕方なく折衷案に落ち着いたようなところでしょうね。出雲、加賀はこの2隻しかないから、ずっと中国艦隊に張り付いていたら他の任務に対応できなくて、支障が出てくることもあり得るよね。そういったことになった場合の緊急避難みたいな使い方をするんじゃないかな。F-35B 戦闘機なら小さいフロートでもいけるよね。先島諸島や東シナ海に複数浮かべておいたら意外と大きな戦力になるんじゃないかな。問題は那覇、嘉手納基地のようにミサイルの集中攻撃を受けるって想定されることだ。護衛用のフロートも作らなきゃならないんじゃないか。
レーダーだけじゃなく中3階、ブースターもつけて長射程板と武器を盛り盛りで守るのかな。いっそ、イージスアショアもフロートに乗っけたらいいんじゃないか。前首相の地元のように、地盤の心配をする必要もなくなるし。F-35B を DDH ヘリコプター搭載護衛艦に配備するのは、基本的には艦隊防空のため、わかりやすく言えば太平洋戦争時のゼロ戦の役目を期待しているってこと。確かに海自が求めてるのはそういう役割だろうけど、航空自衛隊の F-35 は海上自衛隊の駒じゃないので、従わないだろう。空自の役割は一貫して本土防空。演習しても艦隊防空の確約はないから適宜柔軟に対応するだけに止まっている状態。これのおかげで、逆説的に海自が自前の戦闘機を欲しがる動機になってしまったってこと。艦隊防空と本土防空のどちらを選択するかとなった時に、どっちを優先するかという極論でしょう。F-35B の運用艦は出雲、加賀の2隻しかない。だから揚陸作戦に出雲型を回す余裕は全然ない。海自は自前で F-35B を運用できる体制を作ってくれということか。出雲型はもともと機動運用だったから、海自は当初防衛という狭い海域での統合運用には差し出したくなかった。これは予想通りだろう。F-35B は海自と空自では求める役割が全く異なる。つまり運用がいびつなものになるんじゃないか。第二次世界大戦の時のドイツ空軍と海軍の関係が一番当てはまるかな。大型輸送艦が不足しているので、民間ロロ汚染が陸自輸送の主力になるだろう。浮橋や橋家で沖合のロロ船から離島を結ぶことも視野に入れているから、橋家もその一環になる。要するに出雲型が回されないのなら、ヘリの運用も橋家でしなければならないわけだ。当初奪還用の STOVL 発着艦バージで、オスプレイを主体として F-35B の緊急使用も想定したものではないのかな？加賀や出雲が艦載機を持つわけがないでしょ。動く橋家で、有事の海の止まり木になるのかな？アメリカの空母ですらドローン空中給油機を飛ばすくらい空母キラーがある時代だから、メガフロートみたいなのも良い選択肢では？戦術輸送機ハーキュリーズを飛ばせるくらいの電磁カタパルトを搭載したバージョンもあるのかも。攻撃拠点として使うかもしれないし、F-35B だけのためというわけじゃないと思う。いろいろな意見が出てきていたね。ちなみにロロ船とは、貨物を積んだトラックやトレーラーがそのまま乗り込んで輸送できる船舶のことだな。海自の艦艇と民間船を併用するという考えのようだが、民間人を戦闘に巻き込んだ場合の保証はどうするんだろうな。そうだね。艦艇の数が足りないなら、民間船を使えばいいじゃないとフランスの防王妃みたいな考えではないと信じたいところかも。橋家の利用についても高評価が多いと感じるが、それこそ相手国が民間の漁船などをフル活用して、橋家を破壊するということも想定できるからな。まあ橋家自体は、普通の浮橋のようなもので、防衛能力はないもんね。素人の見方だけど、海上にぷかぷか浮いてるものを潜水艦などで海中から破壊するということもあるのではないかと思うんだけど。簡単に破壊されてしまいそうな橋家に、大切な F-35B 戦闘機を一時的であっても、任せてよいのかなとも不安になる気持ちもわからなくはないな。そのあたりはきっと専門家がしっかりと考えてくれるはずだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。日本における防衛力の要と位置づけられているものの一つが、かつての防衛力整備計画に基づき、昨年2023年3月に実現を果たした潜水艦隊の22隻体制であることは、注目の一致する見解と見て間違いないだろうね。2024年を迎えた今、日本の海上自衛隊の潜水艦隊は古い方から順に親潮型8隻、双竜型12隻、太平型2隻でこの22隻体制を構築しており、これに加えて親潮型2隻を練習潜水艦として保有運用しているぜ。さて今回はカナダ海軍が通常動力型の攻撃型潜水艦の取得を志向中であることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
日本の海上自衛隊では現在の22隻の潜水艦隊を最新の状態に維持するべく、三菱重工業者と川崎重工業者の2社が各年で新造の潜水艦を供給しており、これによりその建造能力やインフラの保持も確保されているよ。言うまでもなく日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、これまでのところ全てが通常動力型の攻撃型潜水艦によって構成されており、艦首部に装備する6門の 533mm 魚雷発射艦から運用される兵器を主兵装としているよね。こうした状況下、現在の海上自衛隊で実戦配備されている潜水艦の中で最も古い艦級である親潮型であっても、それは2000年3月に就役を果たした3番艦渦潮であり、今年で25年目の艦齢に止められているんだ。海上自衛隊の潜水艦はその全てが通常動力型の攻撃型潜水艦であることは前述した通りだが、機関部の構成はほぼ艦級ごとに改められており、艦級と同様に大きく3種類に分けることができる状態だぜ。まずサイコ3の親潮型はディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式であり、潜水艦が世界の歴史上海軍戦力として登場した1世紀以上前から続く古典的な構成だな。続く双雄型は1番双雄から10番艦の双雄までの10隻が、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機に加え、スターリング機関をも備える、ディーゼルエレクトリック方式で非対機依存推進を実現しているよ。そして双雄型の11番艦欧雄、12番艦東雄、そして現在最新鋭の太平型では、ディーゼル機関とリチウムイオン製のバッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式を採用しているぜ。双雄型の11番艦欧雄以後のこの機関構成は、世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式であり、安全性の面の難点を抱えるとされた、リチウムイオンバッテリーの問題をクリアしたとして注目を浴びているな。通常動力型の攻撃型潜水艦の世界的なトレンドでも、数年前までは何らかの非対機推進を採用することが、マストであった感が強かったが、双雄型の11番艦欧雄の就役を、その認識に変化が生じているようにも感じられるぜ。このような海上自衛隊の潜水艦の配備状況の中で、かつて一時期は双雄型をオーストラリアのアタック級の後継艦として、初の海外輸出になる可能性が大きく取り沙汰されたこともあったけど、成就はしなかったんだ。この時オーストラリアはフランスのシュフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改めたものを採用することを決めたんだけど、ご存知のようにそれはイギリスアメリカとの新たな軍事同盟オーカスの締結によって撤回されたよ。オーストラリアはこのオーカスの締結によって、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦をまず5隻程度調達し、以後はイギリスと同盟名を冠した新規の攻撃型潜水艦オーカス級を建造し取得する方向へと舵を切っているね。こうしたオーカスの動きに伴い、世界の攻撃型潜水艦の市場は日本を含め今後は一気に原子力推進に傾くとの見方も、一部では指摘されたが、高額な建造費や維持費の費用対効果を鑑みれば通常動力型の攻撃型潜水艦の需要は残存しているぜ。具体的には昨年2023年の段階で通常動力型の攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国は、ヨーロッパではオランダ、ポーランド、ルーマニア、中東ではエジプト、アジではインド、フィリピン、南米ではアルゼンチンなどが挙げられるな。そして北米では G7 にも名を連ねるカナダがそれを志向しており、インドとこのカナダを除けば、そこまで広い海域を戦場とすることは考えにくい、いわば大陸国が主として費用対効果に優れる、通常動力型の攻撃型潜水艦の調達を志向しているように見えるんだ。インドの場合は広いインド洋と対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備警戒に通常動力型の、攻撃型潜水艦を欲していると思われ、その考え方は中国やロシアと似た運用方針であるのではないかと感じられるね。翻ってカナダはその地理的な位置から西に太平洋、東に大西洋、そして北に北極海と広大な海域を守備範囲として抱えているんだけど、共に NATO に加盟する最大の同盟国であるアメリカに隣接していることもあり、
比較的に恵まれた安全保障環境下にあるとも言えそうだね。現在のカナダはかつて1980年代にイギリス海軍が自軍内で最後の通常動力型の攻撃型潜水艦として建造したアップホルダー級潜水艦4隻を譲り受けてビクトリア級潜水艦と名称を改めて運用しているぜ。この旧アップホルダー級潜水艦、現ビクトリア級潜水艦は水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル、全幅 7.6 メートルの規模の通常動力型の攻撃型潜水艦で、やはり兵装は艦首部の6門の533ミリ魚雷発射艦だな。同艦はイギリス海軍においては1990年から1993年にかけて収益を果たしたが、同海軍が潜水艦の推進方式を原子力に一本化する決定を下したことで、1993年から1994年にかけて退役、カナダ海軍では2000年から2004年にかけて再就役を行ったらしい。現ビクトリア級潜水艦はイギリス海軍ではわずかに1から3年ほどしか運用されなかったため、貴重な新古品としてカナダ海軍に受け入れられた形だけど、兵装はカナダ海軍では対艦ミサイルや機雷が除かれ、長魚雷のみで運用されているよ。こうした兵装の省略からもカナダ海軍が現ビクトリア級潜水艦に求めた能力は、純粋な哨戒任務を主としていたことが推察されるが、現時点ではイギリス海軍への収益からは、最大で35年、カナダ海軍でも25年と老朽化が進んでいるんだって。そのためカナダの国防省は CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトと名付けた検討機関を設置し、現状は2034年に退役を予定している現ビクトリア級潜水艦を代替する方針を進めているみたい。このカナダ国防省の CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトでは、自国海軍の要求を満たす通常動力型の攻撃型潜水艦の建造可能国をヨーロッパでは、フランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、アジアでは韓国、日本だと明かしているぜ。まず CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトにおいては、求める潜水艦の使用を通常動力型、長期間の航行能力、北極海での運用、アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応を挙げているらしい。その上で現行のビクトリア級潜水艦は4隻の保有ではあるものの、前述したように、太平洋、大西洋、北極海という海域をカバーする上では最低でも8隻、最大では12隻を調達する意向があることを示唆しているな。すでに報道によれば CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトは、先に挙げたフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本とコンタクトしており、韓国や日本に視察に訪れたとも言われているよね。先に挙げた潜水艦の使用、通常動力型、長期間の航行能力、北極海での運用、アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応、という4点を見る限りにおいては、日本の対米型は全て要件に合致するとの見方も出ているな。しかしカナダ側が多くの潜水艦の取得を目指す国の大半がそうであるように、ここで採用する潜水艦の自国内での建造を要件に加える場合、その実績を持つのはフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国のみとなるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。